習近平がひた隠しにする中国の就職難のやばすぎる実態。国家公務員試験は倍率77倍。合格を諦めきれないプロ子供が急増中。どれだけ不合格になっても官僚になるのを諦めきれない。かつての過去のような光景が現代中国で蘇りつつある。民間就職を拒否したプロ子供たちはいつまで叶わぬ夢を見続けるのか。ニートとプロ子供は違う？成人後も親と同居する独身者。パラサイトシングル。日本では少子化の要因とも言われるが、同じく問題となっているのはお隣の中国だ。そういう若者がいるのは知っていましたが、まさかうちの子がプロ子供になるなんて。中国有数の大都市天津のマンションに住む李さん、40代女性はため息を漏らした。プロ子供、かっこ前職次女とは、ここ数年の間に中国でよく使われるようになった流行語だ。働ける年齢になっても仕事に就かず、アルバイトもせず、親からお小遣いをもらって生活している子供を指す。となると、ニートと何が違うのか。プロ子供たちが集まるネット掲示板、プロ子供業務センターでは、自分たちを次のように規定している。労働から離れた若者が、父母と同居し、家事労働を提供する代わりに経済的支援を取り付ける。同時に勉強を続け、目標となるキャリア、すなわち公務員試験、公共機関職員試験の合格を目指す。親や祖父母のすねをかじる公務員試験の浪人生にしか見えないが、そこには奇妙なプライドがある。ただ養ってもらっているのではない。家事労働の対価をもらっているのだと自己正当化している。李さんの話に戻ろう。彼女は地方国有企業の社員食堂マネージャー。夫は公共機関、日本でいうところの第三セクターの職員だ。コロナ禍で人生計画が崩壊。夫婦ともに高卒ながら、鉄板碗、かっこ、鉄でできた決して割れない茶碗、転じて絶対にクビにならない公務員を指す、の固い仕事につき、幸せな家庭を築いてきた。気がかりなのは息子の進路だ。成績優秀ではなかったものの、夜遅くまで塾に通い、猛勉強の末に地元の大学に入学できた。名門校とまでは言えないが、両親より良い学歴を手にしたわけで、きっと幸せな人生を歩めると夫婦は大喜びしたという。そんな算段を狂わせたのが新型コロナだ。息子が大学を卒業したのは2020年6月のこと。当時、コロナ禍の影響は大きく、就職戦線は厳冬だった。景気が良くなるまで待った方が良い企業に就職できると考え、大学院進学を決めた。中国政府も2020年に大学院定員を一気に18万人以上も引き上げ、進学を就職難緩和の手段と位置づけた。2年も待てば、景気も就職も元通りになるはず。ところが、この目論みは外れてしまった。コロナが蔓延した昨年は、上海を皮切りにロックダウンが頻発。今年こそは回復するかと思いきや、不動産危機にデフレの兆候、輸出不振と中国経済は散々だ。若年層失業率16歳から24歳は、今年6月 21.3% を記録した。李さんの息子が、大学を卒業した時点では 14.8% だったからひどく悪化してしまったわけだ。政府にとってあまりに都合の悪い数字だったのか、8月から発表中止となった。襟好みしなければ仕事はある。若者は甘えずに若いうちの苦労は買ってでもせよというのが中国政府の言い分だが、何も高級な仕事についてほしいわけじゃない。せっかく大学院まで進んだのですから、安泰な仕事についてほしいだけなんです、と李さんは嘆く。彼女が言う安泰な仕事こそが公務員だ。お小遣いは月6万円。公務員を目指すプロ子供にかかる費用も馬鹿にはならない。李家では、毎月3000元、約6万円のお小遣いを渡しているほか、公務員試験対策の予備校の学費も月3000元程度。
別に教材費も必要だ。学科以外に面接試験もあるが、こちらの対策クラスの学費はさらに高い。経済的にも大変だとこぼす李さんだが、正直困窮しているようには見えない。富裕層ではないにせよ、夫婦の月収だけで月2万元、約40万円はあるだろう。中国の物価が上がったとはいえ、まだまだ日本よりは安い。何より不動産バブルのおかげで持ち家の価値は数千万円になっている上、親のマンションも相続するので資産はその倍。息子の出費で大変だと言っても愚痴にしか聞こえない。中国が豊かになり、不動産バブルで国民に資産ができたことで、プロ子供を養える人が増えたと言えそうだ。もっとお金がある家は少人数クラスや個人指導を受けています。そこまでお金をかけるだけの効果があるかわかりませんが、それでも子供のために払う親はいますね。かっこ、李さん。李家のような家族は中国に増加中で、公務員人気は高まるばかりだ。今年の国家公務員試験の受験者は303万人。一昨年に200万人突破して話題となったが、あっという間に次の大台に乗った。合格定員は全体で3万9000人。倍率77倍の厳しい関門だ。日本の国家総合職試験の倍率が約7倍なのを考えると、いかに狭き門かわかる。なお、ポストごとの募集なので、定員一人のところに数千人が殺到することも珍しくない。李さんの息子は国家公務員ではなく、自治体職員や準公務員待遇の公共機関職員を狙っているが、こちらの競争も熾烈だ。日本の県にあたる省レベルの公務員試験の応募者は合計で500万人を突破している。準公務員と呼ばれる第三セクター職員も人気で、李さんの夫が就職した頃とは状況が全く違う。後編記事、習近平政権の闇。中国の若者たちが明かす社会への深い絶望。括弧、名門清華大学生でも就職難。括弧、ネット転売屋やフードデリバリーしか仕事がない。に続く。習近平、晩酌尽きる。中国の不動産市場大崩壊で投資家は逃げ出し、東南アジアにもやばいリスクが。経済対策、効果なし。11月16日、中国国家統計局は10月の主要70都市の住宅価格動向を発表した。9月に比べ、全体の8割にあたる56都市で新築住宅の価格は下落した。中古住宅に関して下落したのは 96% にあたる67都市に上った。また、新築・中古とも住宅価格が下落する都市は増加した。趨勢として中国の不動産市場は底が抜けてしまっている。不動産バブル崩壊の負の影響は深刻だ。2020年8月に中国政府が実施した不動産融資規制3つのレッドラインにより、マンションなどの価格上昇への根拠なき熱狂は雲散霧消した。金融緩和、財政出動、不動産関連の規制緩和など、中国政府は経済対策を強化したが、目立った効果は出ていない。今後、ドル建て社債のデフォルトが認定された碧桂園公庫、カントリーガーデンホールディングスなどの債務返済はさらに難しくなるだろう。クロスデフォルト条項の影響もあり、同社のドル建て社債に投資した米欧の一部ファンドの損失が拡大する恐れは高い。マレーシアなどでも中国の不動産デベロッパーのプロジェクトは行き詰まり、景気の下押し圧力が高まる恐れがある。下げ止まりの兆しが見えない。10月の新築と中古の住宅販売価格、地域ごとの価格動向などを見ると、中国の不動産市況の悪化はかなり深刻だ。国家統計局は70都市全体の平均的な価格変化率を発表していない。金融情報提供会社の推計を参照にすると、10月の新築住宅価格は前月比 0.38% 下落した。
都市別に見ると、中小の都市だけでなく、北京、深圳など大都市の新築住宅価格も下がっている。8月、不動産市況を支えるために、中国人民銀行は住宅を購入する際の頭金の比率を引き下げた。地方政府も独自の不動産支援策を実施してはいる。9月下旬からの国慶節の連休を控える中、規制緩和を追い風に相対的に経済成長率の高い大都市の不動産市況に下げ止まりの兆しが出るかもしれないとの観測は増えていた。しかし不動産市況の悪化に歯止めはかからなかった。根本的な要因はバブル発生によって過剰な価格上昇への期待が高まり、住宅の供給が過剰になったことだ。8月末時点で床面積にして6億4800万平方メートル、1戸当たり90平方メートルで換算した場合、720万戸の住宅が売れ残った。なお、この中に未完成の物件は含まれない。14億人の人口をもってしても過剰在庫は解消困難との見方もある。バブル崩壊によって不良債権も増加した。状況を克服するために、中国政府はカントリーガーデンや大手銀行に公的資金を注入し、不良債権処理を加速すべきだ。規制緩和などを進め、成長期待の高い IT 先端分野に人、物、金が再配分されやすい環境を整備することも必要だ。